こんにちは。どうしたの？事件の取材？で、進むくんたちの方はどう？星原さんの疑いを晴らすような証拠は見つかった？そうよ、たけし君、いきなりそんなこと言ったって。だったら説明してよ、井上君。一方的に言われても私たちには理解できないじゃない。何も知らないからこうして取材を。だから取材をやめろっていうの？やめなよ、たけし君。だからやめなさいって。
めてよ、二人とも友達なんでしょ。そんなことで喧嘩するなんてやめて。そうだよ、二人とも考えていることは一緒じゃない。それなのに喧嘩になるなんておかしいよ。私なら大丈夫よ。さあ、次はどう？話すためにも
岡さん。わーい、だから神岡さんって好き。そしたら麻生さんのことみどりちゃんって呼んでいいですか。みどりちゃんってつづみちゃんみたいに。ダメ、麻生さんとさやかちゃんでいいわ。はい、これで決まり。ところで何ですか麻生さん。さやかちゃんは高等部で起きている事件のことを知ってる？清涼学園にいて知らない人なんかいないと思います。それ、じゃあさやかちゃん、事件についてどう思う？いろんな噂があるけど、わかりません。というか、言えません。お姉ちゃんに止められてるんです。前みたいなことになるから事件の話はしちゃいけないって。私たちには言えないことなのかしら。お姉ちゃんには内緒にしといてもらえますか。誰にも話せないわ。他ならぬ神岡さんと麻生さんのお願いですから、お話しします。事件が続いたことありましたよね。ええ、そうね。その頃、校舎の屋上から人が飛び降りたって噂もありましたよね。あれ、目撃したのさやかだったんです。本当なの？はい、本当です。半分だけ本当と言うべきなのかしら。話初めて聞いたわ。さやか、とても驚いて保健医の先生を呼んで二人が落ちたあたりまで連れて行ったんです。でも死体はなかった。はい、まあわからないでもないけど。二人がという部分だけが噂の伝わる過程で抜け落ちたのよ。だから、ということね。さやか、嘘はついてません。Thank you.
たさやかが事件のことで何かを言うと変な噂が起きるかもしれないって。気にすることないわ、さやかちゃん。あなたは全然悪くないもの。そうでしょうか。私が保証するわ。悪いのは不正確な情報を人を傷つける噂に勝手に変えた人たちよ。そうですよね。次はどこに行くの？